山梨六各県の一部で火山灰が降る恐れがあるということです。で、今回の御嶽山の噴火を受けて総理官邸の危機管理センターには情報連絡室が設置されました。関係省庁と連携して情報収集に当たるということです。長野県と岐阜県にまたがる山御嶽山が今日正午前に噴火し、長野県によりますと重傷者が1人、